比較してるのはジャスコで買った39,000円ぐらいのロードバイクを持ってるんですけど、それと比較してます。DY3 の乗った感想です。まずはじめにこのバイクは2013年の10月頃に購入したものです。で今日は、2014年の2月ぐらいですね。どうでしょうか。まずはじめに、初めて乗って、でその時感じた第一印象がすごい振動を吸収してくれる感じでしたね。吸収してくれてるってことですね。歩道から車道に出るときにちょっと段差があるじゃないですか。こう走ったんですけど、すごい振動が体に伝わってくる振動がほとんどなかったですね。それが初めて感じた第一印象でしたね。で2番目に感じたことが、ちょっとブレーキに不満を感じますね。ブレーキが効かないですね。結構ここでブレーキかけ平坦でもここでブレーキかけてなかなか止まらないですね。強くかけてもあんま変わらないような、なかなか止まるまで時間かかりますね。ちょっとママチャリより比較するとママチャリより効かないですね。こっちよりもこっちの方が結構力が入るんですけど、こっちと比べてもママチャリ、自分のブリヂストンの30,000ぐらいのやつのブレーキ、ママチャリのブレーキより効かないですね。ママチャリの方がよく止まりますね。次はペダルですね。これ標準のペダルなんですけど、初めについてたこっちとこっち左右非対称なんですよね。ここが出っ張ってるのと、こっち側平らですね。こっち側は表なんですけど、これちゃんと滑ることはないですね。きちんとホールドしている感じで、それはいいですね。で不満が、ちょっとたまに足を置くと裏側になるときあるんですよね。裏側になるとなんか足の感覚が変な感じで、ちょっと漕ぎにくいですね。足の感覚もちょっと違いますし、そこはちょっと不満を感じますね。タイヤですね。タイヤはそうですね、39,000円よりなんか見た目がちょっといいような気がするんですけどね。どうでしょうか。ちょっと見た目がいいですね。39,000円のはですね、今見せますね。こういうタイヤなんですよね。ちょっとざらついてる感じがあります。ざらついてるというか、なんかちょっと見た目が安っぽいですね。こんな感じですね。エアロフィックスですね。コンポーネントはターニーです。ホイールちょっとで、なんか走った感じ、抵抗は、ターニーとあまり変わらないですね。なんか抵抗感はターニーと同じかな。ターニー39,000のロードバイクと同じかなって感じです。ホイールも同じですね。1回で進む距離も大して変わらないし、漕ぐのやめて進むのもあまり変わらないし、同じだし、坂を登るときも大して変わりませんね。こっちのがちょっとギアが 32T ない、後ろが 32T で前が 34T なので、まあ、楽ですね、漕ぐときは。坂登るときは。まあ、これでも十分しんどいんですけどね。ちょっと、まだ、小さいギアが欲しいってぐらいです。あと、サドルですね。サドルは、向こうのよりは、なんか、ちょうどいい硬さな気がしますね。硬すぎず、柔らかすぎずっていう感じで。特にこれ乗ってて、痛みが出るってことはないですね。ないですね。ちょっと自分、なんか、これに重心を置きたいんですけど、推しの、この辺に置いてしまうよ。この辺になんか自然となるんですよね、重心が。これはやっぱり、外国の自転車だからですかね。アンカーとかなら違うんですかね。ちょっと手足が短いからですかね、自分。次は変速具合ですね。変速具合はターニーの、自転車と大して変わらないですね。ここが空なので、ここで、変速するのをしますね。ここにはついてません。変速は。ターニーはここについてるんですけどね。変速は大して変わらないですね、ターニーのものと。ターンには一番低いグレードで、空は、2番目に低いグレードだっけ、3番目に低いグレードですね。でこれ空のがグレードは高いですね。まあ、そんな感じですかね。変速の速さも同じです。じゃあ終わります。